こんにちは、速稼塾の久保です。定額給付金の件ですよね。全国一律全ての方に漏れなくくまなくってやつ、あれがね、テレ東の篠原キャップが聞いてくださったんですよ、菅総理に。まあ結論から言うと完全スルーされたということなんですけども、まあなんかね、この辺痛々しいというか、どっちなのか分かんないなってことですよね。まあ明確に聞いてはくださったんですけども、明確な答えはなかったということで素通りされてしまったということでございます。まあ、国民の関心事一番強いのはそこだったと思うんですけども、今回だから出ないのか出るのか菅総理に聞いたところでは何も分からないってことが分かったというね、なんともなやなやした結果になりました。菅総理ちょっと出してくださいよということでございますね。まあでもないよということではないんで、どっちなのか分からないということでございます。これが2021年1月8日午後5時の、まあ、真実だと思います。では会見の、ね、模様をもしご覧になりたい方は動画概要欄に URL 貼っときますので、そちらの方からご覧ください。ちょっとまだ分かんないですね。もっともっとプッシュしていきましょう。では。